美味しそうなオノマトペ。オノマトペとは物の様子や音を表した言葉です。食べ物の美味しさをイメージさせるオノマトペの人気ランキングを新聞が調べました。1位はホクホクです。調理した芋類に余分な水分がなく、熱くて美味しい様子を表します。 私はじゃがいもが大好きなのでホクホクしたじゃがいもなんて言葉を聞いてしまうともういてもたってもいられなくなります。2位はこんがり魚やパンなどを焼いたときの色を表します。香ばしい匂いも想像できますね。3位はサク,サク,クッキーや んぷらなどを噛んだ時の音や歯ごたえを表します硬すぎず柔らかすぎずちょうどいい歯ごたえがイメージできるのでお菓子のパッケージにもよく書かれています他にも「もちもち」「ほかほか」「じゅわ」などたくさんの食感を表す言葉があります。 スーパーなどで日本の食品を見かけたらオノマトペが書かれていないかチェックしてみてくださいね。